なんか落ちてる。何？地獄地獄ザメこれ。え、これ食べれるんですよね。かわいい。メイここだったんだ。それね。前回ぐらいのライブ配信で、うん、たまちゃんの出産祝いで皆さんにナスパナイスパもらったじゃない。はい、もらいました。いただきました。ここに入っております。おー持ってんの。うん、今日はたまちゃんに食べたいものを思う存分ナイスパ分買っていただいて、皆さんのナイスパを私のお腹の中に、それの仕入れをね、三河井市の高菜村やっていきたいと思います。イエーイ。ということで行こう行こう。何の日かな。知らんよ。これ何が美味しいですか。お刺身。お刺身。お刺身が食べたい。お刺身にしよう。無理や。大丈夫。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとう。バーイ。戻ってきました。ということでかなちゃん、うん、あなたのお希望の2300円の種目のね、さばいていきます。お願いします。社長も見てくれています。社長はさ、この皮何それ、この皮を狙ってんだよ。よろしくお願いします。ヒレ取っていきます。やっぱ柔らかいな、あのチョウザメと一緒。揚げたらうまいかもね。コリコリして。シュモクザメって人食べるんだって。シュモクザメだって。じゃあ普通に海で遭遇したら食べられる可能性はある。そういうことでしょ。ここの部分取っていきます。はい、ごめんよ。なんかめちゃくちゃ柔らかい。あ、硬い。ここはでもいけそう。ああどうなってんだ。あ、なんだこれ。軟骨すごい。これが頭肉みたいな。これ食べれそうだね。皮めちゃくちゃ柔らかい。あ、すごっ。あ、結構長い。長い。結構腹長い。まだまだ。まだすごい。もうここなんだ。ここだ。やっぱりここだ。ね、出てるもんね。そうか。ここまでだ。ここがお尻の穴だったわ。すごーい。でも見て社長、綺麗だよ。うん。うん。うわー、すごい。これ美味しいのかな。いやー、どうですかね。なんか絶対これなんかいるよね。人出てきたらどうする。人出てきたらどうする。これ心臓、この内臓をちょっと中見たいと思います。内臓の中を見たいぞ。何ですか。内臓の中を見たいぞ。行きましょう。ゴロゴロ入ってる。さあ、もうやだ。人食いだめっていうワードからあらぬことを想像してしまうね。すごい。なにこれ、なにこれ、なにこれ。なに、アナゴ。アナゴ。
アナゴだ。すごいね。あ、これもいる。硬い。なんかこれ。アナゴじゃない？あ、何これ？なんかさ、なんだこれ、ヤガラみたいなやつの頭だね。すごい硬い。なんかヤガラじゃない？ヤガラかな。ヤガラ一緒に上がってたもんね。そっか、いいな。やっぱイカワワンってすごい魚種が豊富だね。そこから見えるもんね。はい、じゃあ身だけになりました。ちょっと心地よい取ります。長いね、お腹。こっからもう三枚おろしでいきたいと思います。じゃあおろしていきます。あ、柔らかい柔らかい。柔らかい魚ほど難しいよね。骨が切れちゃうから。あー、そっか。チョウザメめちゃくちゃ難しかったもん。よし、こっち。めちゃくちゃむずいわこれ。なんか、なんだろう、お伝えすると包丁グイって入れるとググっていっちゃって、でまたなんか引っかかって、また入れるとググっていっちゃう感じ。なるほど。わかる。魚さばく人はわかるよね。めちゃくちゃむずいわ。何よこれ。一斉せーのせ。おお。さあ片身いったんで裏いきます。はい。めちゃくちゃでかい。これめちゃくちゃ硬い。これサメ肌だ。ちょっとやってみて、やってみて。本当だね。え、全然入んないじゃん。そう、めっちゃ硬い。いや、マグロよりむずいわこれ。ちょっとテンション上がってきたな。あ、これや。これが正解。シュモクザメの正解のさばき方。大名足。これ見て、めちゃくちゃ綺麗にさばけた。わー、いい感じ。取れたー。割りましたー。シュモクザメ。そしたら、今日はこれをフライにしようと思います。はい。すごい、なんかサワラみたい、ほんと。背腹に分けて、おわしきます。刺身で食べてみる。うん、ちょっと食べてみて。うん、めちゃくちゃ脂のあるサワラ。へえ、うまっ。炙ってみよう。炙り、炙り。待って、何？硬くなるのかな。ね、それね、筋がめちゃくちゃ硬くなる。本当だ。炙るとこれ軟骨も食べれるかな。軟骨でも硬い、チョウザメより。ちょっと片栗まぶして揚げてみます。普通に美味しそうだよ。美味しいと思うな。いただきます。真ん中は硬い。周りは美味しい、うん、酸っぱくない。やっぱちょっと酸っぱいね。なんで？なんかレモンかけたみたい。ちょっと臭みあるね。味付けしてフライしてみるといいかもな、うん。何パックにしてどうすんの？これはあれ、うちのオンラインサロンのメンバーにお届けするやつ。あー、いいね。そう、 YouTube でさばいたやつもお届けしております。全部食べきれないし。はい、よかった。はい、じゃあさばけたんで、今ね、もう刺身で食べたらめっちゃ美味しかったね。うん。で、加熱すると若干硬いから漬け、うん、やってみましょう。湯気みたいな、はい、
普通にちょっと薄めに切って、筋がね気になるんだよね。こう短冊みたいに切った方が美味しいかも。うん、じゃあ次はお酒と醤油1:1。あ、入れすぎた。1:3になっちゃった。まあいいや。でごま油、ニンニクを少しだけ入れます。小さじ1杯。これでちょっと漬け込んでおく。じゃあフライ作っていきます。卵、片栗、パン粉なんだけども、今日はこの卵にこれを入れていきます。黄身の醤油ダレ、味がしっかりつくので衣に味がついて美味しいんですよ。なんでおすすめです。どんなフライにも使えます。ひねる方が言うので、これを今日は卵に入れていきます。今町料理長と一緒に考えたんだけど、めちゃくちゃうまいんで、ちょっと焦げやすいから本当は黄身入ってるからこれだけでもいいんだけど、卵と混ぜることによって焦げ付きがなくなるので。こういう感じで揚げていきます。揚がったよ、美味しそう。牛肉は焼いておきます。じゃあ月日貝、これもさばいてお刺身で食べていきましょう。綺麗、かわいい、まん丸、美味しそう、すごい、プルプル。これじゃあこれはこういう感じで開いて、お刺身、シュモクザメのフライ完成。さあ、じゃあ本当に、はい、お魚さんに感謝をして、はい、今日もいただきます。いただきます。美味しそう。もうお正月だよ、かなちゃん。お正月のお酒ですか、これは。こちらはね、私がね、そう、もう出産したらすぐ飲みたい。お待ち、ごめんなさい、よろしい。あ、はい、お待ちや。もうさ、私、あの、この篠峰で、篠峰でお待ちが好きになったの。あー、なるほどね。そう、乾杯。ありがとう。改めて出産おめでとうございます。お疲れ様でした。美味しい。あ、切れるね。辛いのにさ、華やかで、そうなの、美味しいの。いただきます。じゃあハンマーヘッドシャッター食べようよ。はい、この頭肉食べてみて。これ大きいお金。頭肉、あ、あ、うまっ。あ、鶏みたい。鶏肉だね、これ、うん、口に入れた瞬間ちょっと臭い。これなんかでもやっぱちょっと漬けたいね。味がさ、漬け込むとうまいかもね、うん、醤油とかみりんとかでね、漬け火がある、うん。どう？おいしい？うん！おいしい！みずみずしい、うん、ホタテより若干みずみずしくて、貝柱ならではの繊維がしっかりあって、はい、これいく？いこういこういこう。これ味ついてるから一回このままパクッといってみてほしいな。このまま？このヘッドシャッター、ナイスパ。めちゃくちゃ美味しい。これ刺身より美味しいね、うん、こんなにふわふわなんだ。ちょっとこの漬けも食べていい？結構衝撃的美味しかったはずなのに、フライが美味しすぎて。あ、美味しい。断然私フライ派だな。フライの方がさ、食感がもうパンっていくもんね。ほろほろ、うん、サメ界の
生クリームみたい。タラさんどうでしたか。皆さんからの出産祝い、おかげさまでこんな幸せを感じることができました。ありがとうございます。もう最先端でね、リモート出産祝いで、リモートライブ出産祝い、うん、次回ライブ配信またやります。3月15日7時半からやります。ぜひチェックしてください。ということで今日はかなちゃんと旅行に行って、仕入れから皆さんのスーパーチャットを使ってですね、かなちゃんに食べたい料理を振る舞ってみました。はい、今日はその頑張ってヘッドシャークネオナイサロのメンバーには、ね、少しお酒をしていきたいと思いますが、ぜひ皆さん見かけたら新鮮なものは美味しいと思うのでチャレンジしてみてはいかがでしょうかという動画でした。ということで今日の動画終わります。終わります今日も動画ご視聴ありがとうございました。ことぶき商店ではオンラインサロン、ことぶきファミリーサロンを運営しています。ただいま入会募集中です。概要欄の URL からチェックしてみてください。ことぶき商店ファミリーサロンでは一緒に釣りのオフラインイベントや、あとは YouTube の裏側を見せたり、あとは企画会議をしたり、月に1回会員さん限定の商品をお届けしたり、さまざまな特典があります。一緒にぜひ楽しみたいと思いますので、入会募集しております。そしてパートナー会員さんもありまして、そちらではフランチャイズのオーナーさんも加入してますし、一緒に商品開発をするビジネスパートナーさんもいらっしゃいます。そちらは要事前審査ですので、もしよければエントリーのほどお願いいたします。ということでまた見てください。バイバイ。はい、そうね。